夏小周年表プロジェクトは1996年から2000年の中華人民共和国において行われた国家規模の研究プロジェクト。第95可燃計画の一環。古代中国史の夏王朝、昭王朝、周王朝の三代について年代測定の手法によって具体的な年代を確定させた。プロジェクトの成果は夏小周年表としてまとめられた。 プロジェクトの全貌は参加者の一人でもある作家の学難が書籍の形でまとめており、日本語訳も刊行されている。このプロジェクトが始まる以前に中国古代の年代は文献資料で分かっている限りでは、週の共和元年までしかたどれなかった。プロジェクトは1995年の秋から準備が始められ、1996年5月16日に正式に開始した。 このプロジェクトには約200名の若手主体の学者が参加した。1999年9月に開かれた夏招集団体皇帝会談成果学術報告会ではプロジェクトに参加していない学者も含めて160人強が討論をした。これがこのプロジェクトに大きな作用をもたらしたという2000年9月15日の夏招集団体皇帝項目言。 おさむかいでその内容が政府によりチェックされ、2000年11月10日に、プロジェクトの主席科学者である、リマナブキン、リハクケン、アダシカ、セキ、サワタカシ4人を中心として公表された。2001年11月、夏王朝よりさらに遡って、中国文明の演言を突き止めるべく、中華文明元無限プロジェクトも始まった。参考固定のうち、今春、 うの時期が対象となる。2004年より本格的に開始され、紀元前25世紀までをメドに研究が行われた。夏小周年表の作成には様々な手法が用いられた。プロジェクトの結果に対して反論や批判が提示されている例がある。例えば、衆がを滅ぼした年について、プロジェクトでは、畜書記念にある紀元前1027年を否定して、国語にある。 都市在うずらびが、うずらびの位置にあったの記述をもとにして、紀元前1046年という数字が出された。これに関して、中国で再生などの五世の存在が認識されたのは、戦国時代以後のことであり、陰末収書にかかる記録が存在しないとして、紀元前1027年説を否定する根拠には、ならないとする反論がある。また、年表の数値に対しては、 式季党の記念記事に異挙しすぎており、中国史の赤学、宮崎一佐が、中国上古の記念がかなり間延びしていることを指摘しており、落合厚思うも委王朝の系譜分析を通じて、式に異挙した、委の記念が長すぎると指摘する。ありがとうございます。